フレッド・モリス・ディア・リングフレッド・モリス・ディア・リングはアメリカ合衆国の外交官。1921年から1922年まで第31代アメリカ合衆国国務次官補を務めた。1879年11月19日、ディア・リングはミズーリ州コロンビアにおいて誕生した。ディア・リングは国務省に入省し外交部に所属した。 1921年3月11日、ディアリングは国務次官補に任命された。ディアリングは1922年2月28日まで同職を務めた。1922年6月6日、ディアリングは中スウェーデン講師に任命された。ディアリングは1930年2月28日まで同職を務めた。1930年5月23日、 ディアリングはチューペルー大使に任命された。ディアリングは1937年6月3日まで同職を務めた。1937年9月23日、ディアリングはチュースウェーデン公使に任命された。ディアリングは1938年6月17日まで同職を務めた。ディアリングはドロシー・シッテナムと結婚した。二人の間にはドンディアリングが生まれた。 ありがとうございます。